SNS で絶賛の嵐。高橋海斗の新対応が後輩アイドルとファンの心をつかむ高橋海斗、海斗高橋、キングプリンス、ジュニアのみんなが求めてくれてレッスンボルワン。高橋海斗はキングプリンスのメンバーであり、若手アイドルの間で絶大な人気を誇っている。特に彼のダンスパフォーマンスは抜群の技術と表現力を持ち合わせており、 後輩アイドルたちからの尊敬と憧れの的となっている。アマの熱心なパフォーマンス、楽しげな表情、そしてジュニアメンバーへの愛情あふれる指導は、彼がいかがに音楽とダンスに没頭しているかが感じ取れる。アマはジュニアメンバーの憧れ存在となっている。彼らの期待に依頼、レッスンを行うことで、アマは後輩たちの心をつかんでいる。 参加したジュニアメンバーは、アマのダンスを目の当たりにし、その圧倒的な技術とパッションに共嘆した様子だ。今回は、高橋海斗の魅力を探っていきたい。そのダンスの巧みさは、もちろんのこと、後輩たちへの丁寧な指導姿勢や、SNS を通じた温かいコミュニケーションなど、様々な側面からアマの魅力に迫っていく。高橋海斗のダンスの魅力は、 何よりもその圧倒的な技術力にある。彼のダンスは身体全体を使って音楽に呼応しており、まるで音符に乗って自由に躍動しているかのような軽やかさと機敏さを兼ね備えている。その根底にあるのは彼が長年にわたり積み重ねてきた基礎トレーニングの賜物である。SNS では アマが後輩たちに対してダンスのレクチャーをしている様子がたびたび公開されており、ファンからも絶賛されている。こうした丁寧な指導姿勢は、自身がかつて積み重ねてきた努力の賜物であり、後輩たちの成長を心から応援し、サポートしようとする姿勢が感じられる。また、アマのダンスにはユニークな特徴も宿っている。 例えば関節の可動域が通常の人より広いことが指摘されており、それが彼のダンスに独特の柔らかさと軽やかさをもたらしている。彼の身体が奏でる音楽は、まさにダンスの天才にふさわしい表現力を秘めている。ジュニアたちの憧れの先輩。高橋海斗の魅力は、ダンスの技術だけにとどまらない。 後輩アイドルたちからの圧倒的な支持と信頼も彼の魅力の大きな部分を占めている。SNS では、アマが後輩のレッスンに参加した際の様子が多数投稿されており、ジュニアたちの熱狂的な反応が見て取れる。彼らはアマのダンスに夢中になり、その表現力に心を奪われている。また、アマが丁寧に指導している姿勢に感動し、 彼に対する憧れの念を抱いているようだ。一方で、アマもまた後輩たちを心から慈しんでいる様子が伺える。SNS では、後輩たちの活躍に対する喜びや励ましの言葉が随所に見られる。この相互の信頼関係こそが、アマへの熱狂的な支持を生み出しているのだ。ファンにとっても憧れの的であり、推し。ファンの間でも、 高橋海人は非常に人気の高い存在である。彼のダンスパフォーマンスはもちろん、SNS での温かいコミュニケーションも、ファンの心をつかんでいる。ファンからは、天才的、魅力的、憧れの先輩といった言葉でアが称賛されている。特に、ダンスを通じて音楽と一体化する様子は、ファンの心を強く引きつける。 ダンスの技術は去ることながら、それを通して生み出される表現力と情感の豊かさが、アマの真骨頂だと言えるだろう。また、SNS でのアマの姿勢も、ファンの支持を集めている。ファンに寄り添い、温かいメッセージを発信し続ける姿勢は、単なるアイドルを超えた理想の先輩というイメージを強めている。高橋海人の魅力は、ダンスの技術に始まり、 後輩への熱心な指導姿勢、そして温かなコミュニケーション力にまで及んでいる。彼は、ジュニアアイドルたちにとっての憧れの先輩であり、ファンにとっても理想的な推し対象なのである。アマのダンスから生み出される音楽性、さらに後輩への温かなサポートは、彼が真にダンスの天才であり、同時に理想的な先輩だと証明している。今後も、 アマは多くのアイドル志望者の目標となり続けるだろう。ジュニアのみんなが求めてくれて、レッスンボルワン好きな曲で気持ちよく踊るやつ隷章みんながはしゃぎながら楽しんでくれてて、心がほかほかでした。このように、アマはジュニアメンバーの期待に依らえ彼らと共に心地よくダンスを楽しんでいた。SNS でも、アマのダンスに熱狂的な反応が寄せられている。 海ちゃんダンス動画あげてくれてありがとうキハートすっごく嬉しいびっくりマークジャンル問わずいつも曲に合わせて気持ちよく楽しく踊ってるのが伝わって海ちゃんのダンスはみんなを笑顔にするねキハートダンサー T は本当にやばいんだって炎炎炎音符に乗って身体が自由に躍動するアマが本当に好き本領ってそういうことだと思うよキハート ファンからの反応からも、アマのダンスに対する情熱と才能が高く評価されていることがわかる。その圧倒的なスキルと、ジュニアメンバーとの絆は、まさに憧れの的となっている。そして、アマ自身も、ダンスを通して後輩たちと交流し、彼らの成長を見守ることで大きな喜びを感じているのだ。ジュニアの子たちにワークショップみたいなことしてるのを、 最高すぎるよ。海ちゃんのダンスは後輩の子たちの希望になってると思う炎炎。ここからは、アマがジュニアメンバーにとって、まさに憧れの先輩であり、その存在が彼らの糧となっていることがわかる。アマのダンス指導は、ジュニアたちに大きな影響を与え、彼らの成長を後押ししていることだろう。一方で、 アマ自身もこの貴重な機会を通して、さらなる飛躍を遂げる可能性を秘めている。指導する側として、アマは自身のスキルを磨き、後輩たちの可能性を最大限に引き出すことができるのではないだろうか。こうした互いの成長と絆が、キングプリンスというグループをさらに強固なものにしていくだろう。音楽とダンスを通して、 先輩と後輩が一体となって輝き続けることこそがファンにとっても最高の喜びなのではないだろうか。ファンだけでなくジュニアアイドルたちからも高い評価を受けている。彼らはカイトくんのダンスから音楽への深い理解と表現力、そして何より踊ることの楽しさを感じ取っているようだ。そしてカイトくんはそうしたジュニアたちの期待に応えるべく、 自らダンスレッスンの講師を務めるまでに至っている。楽しみながらも真摯に取り組む姿勢は、憧れの先輩としての地位をより確固たるものにしている。人々を魅了し続けるダンス、ジュニアアイドルたちの心をわしづかみにするカリスマ性。そして何よりも、音楽への愛と情熱を忘れることなく、プロフェッショナルとしての責任感を持ち続ける。 そのカイトくんの姿は、アイドルとしての理想形そのものであると言えるだろう。彼のさらなる飛躍と、後輩たちへの影響力の拡大を期待したい。いつかは自らがダンスの先生となり、次世代のアイドルを育成するような存在になることも夢ではないかもしれない。高橋カイトの魅力に魅了されたままでいたい。そして、これからどのような活躍を見せてくれるのか、 ファンとしても心から期待している。次なる目標に向け、アマとジュニアたちがさらに飛躍することを期待したい。彼らが歩む道のりは、まさに音楽とダンスの世界を彩る一つの輝かしい物語なのである。ファンに向けては、これからも温かく、そして真摯な姿勢を忘れずにいてほしい。そうすれば、より多くの人々の心をつかみ続けることができるはずである。 高橋海人の魅力は尽きることがないと言えるだろう。